皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。すっかり6月で暑くなってきましたね。暑くなってきて飲みたいものはラムネです。はい、ということで今日はラムネを買ってきました。じゃん、たこ焼き風ラムネ、ソース風味。大阪名物言うたらやっぱたこ焼きや。ラムネになってもええやんか、ちょっといっぺん飲んでみてっていう。たこ焼き風ラムネとピリ辛テイスト、キムチラムネ、キムチ風ラムネを今から飲んで、最後これを混ぜて飲んでみたいと思います。どういう味がするのでしょうか。前から思ってたんですけど、この T シャツ首元がヨレヨレになってきてますね。そんなことはさておき、それでは早速やっていきます。まずたこ焼き風ラムネから開けていきたいと思います。きた、この開けるやつね。私このつい最近までラムネ開けるの怖かったんですよ。こうボンっていったらプシューってなるじゃないですか。でも今は容赦なく開けるも容赦なく、全然何も気にしないで開けれます。怖いものなし。当時はこれが怖かったんですけど、いきます。うわ、大変失礼しました。私のドンってやる力が強すぎて滑ってしまいました。改めてたこ焼き風ラムネ飲んでみたいと思います。もう本当にたこ焼きとラムネが混じった感じ。まあ飲めるっちゃ飲める、まずくはない。うまい棒のたこ焼きと炭酸水が混じった感じですね。はい、じゃあ次は気をつけてキムチ風ラムネを飲んでみたいと思います。はい、いきます。気をつけてしっかり持ってポンってするだけでちょっとビビってませんか。絵柄は静かにしてた。ちょっとビビってる。さっきのがうわ、ちょっと待って。はい、じゃあ改めていただきます。もう本当にキムチとラムネ合わせてみたいな。ここにこう持ってきた瞬間からキムチの匂いがプワーンって。でもなんか不思議なことに、私は私は2つとも残さず飲めそうです。はい、ってことでね、今からこの2つを混ぜてみたいと思います。このコップに。まずはキムチラムネ、キムチ風ラムネか、こんぐらい入れました。こぼしてちょっと、まだ新地の床がキムチとたこ焼きの匂いになってる。掃除しないと。今から夏ですんでね。で、喋ってる間にたこ焼き風ラムネ入れました。これを、赤が強いですよ。やっぱキムチ風ラムネ飲んでみたいと思います。いた、くそーくそー、いただきます。あ、なんか混ぜてみたところ、たこ焼き風の匂いは完全消えて、キムチの匂いもちょっと、あの強い匂いもちょっとなくなって、ちょっと何でしょうね。ちょっとまあキムチの薄い味みたいな感じでした。皆さんもよかったら夏になってきたんでラムネ飲んでみてください。床掃除しよう。